悪魔のぬいぐるみという話なんですけども、ある時ある女の子がいまして、その女の子が初めて友達ができたと。そうするとまあ仲良くなって、まあ、夏休みになり、こう初めてその仲のいい友達の家に遊びに行くということになりまして、遊びに行ったわけですね。ガチャギー、すると目の前の方からその友達のお母さんがテク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 いらっしゃいますよ。初めて友達を連れてきたわ、ゆっくりしてってねとだけ言って、またテクテクテクどっか行っちゃうわけですね。でその女の子は、うわなんだか怖いな、このお母さん大丈夫かなと思いながらも、まあ友達のお母さんやからということで家に上がり込んでいったんですね。で遊んで、もう日が暮れて夕方になり、じゃあそろそろ帰ろうかというふうになった時に、ふと気になる部屋があったんですね。でこれなんだろうな、これなんか気になるけど、これちょっと行ってみようかな、これ大丈夫かなと思いながらその部屋に入っていくと、ぬいぐるみがびっしりとこうあるんですね。壁際にびっしりと。でそのぬいぐるみの一つにすごい目が止まって、その少女が思わず発してしまった言葉は、あ、熊のぬいぐるみ。